怪我人の治療なら私。とても息苦しかった。しかしありがとう人の子、感謝に堪えません。シル様、よくぞご無事で。よかった、オンビがご無事で何よりです。イザベラ、あなたも来てくれたんですね、ありがとう。なんでなんで、元気そうじゃねえか、心配して損したぜ。シルフ様、長女さんみたいですごく綺麗です。みんなが大好きなのも納得ですね。あなたたちは見ない顔だけど、どうやら迷惑をかけたようですね。でもよかったです、シルフ様も無事みたいで。君は、そうか、君が私を見つけてくれたんだね。え？あ、はい、多分。君は、他の人間とは違う、何か特別なものを感じます。え？そうですか？なんだろう。これは、親しみ？よく自分でもわからない。はあ！親しみなんて嬉しいです！じゃあ、友達になってください。友達、わかりました、興味深いです。やったー、じゃあシルフちゃんって呼びますね。君とはいろいろお話ししてみたいものです。帰り道の話し相手になってはもらえませんか？はい、こちらこそ、よろしくシルフちゃん。ルリアとシルフ様は妙に馬が合ってるみたいだな。さて、運動したら腹も減ったし、早いとこオートに帰ろうぜ。執政官イザベラ、ここで死んでもらおう。貴様はジークフリート、フェードラッヘにあだなす逆賊めが、よくもおめおめと姿を現せたな。お前はあの時の剣士か。ハフニールに食らわれてなお生きながらえるとは、さすがは化け物。マガファフニールを、この後に及んで一体何を企んでいる。さあな、シルフを餌に貴様をおびき出すつもりだったが、そんなことはもうどうでもいい。今ここで全ての決着をつけよう。シルフ様を下がっていてください。貴様、一人で現れるとは命知らずだな。我ら白竜騎士団を相手に生きて帰れると思うなよ。邪魔をするな。くそ、ランスロットはまだか。イザベラ様、ご無事ですか？助かったぞランスロット、この逆賊を捕らえるのだ。ランスロットか、久しいな。ジークフリート、貴様、なんでジークフリートがこんなところに。
おいおい、あいつがジークフリートかよ。お前たちは聞くしか。そうです。あなたなんかに絶対負けません。仕方ない。無駄な戦闘は避けたかったが、かつての英雄とはいえこの人数を相手に勝ち目はないわ。おとなしく観念しなさい。私たちも応戦しましょう。久々に手合わせしてやろう。さあ全力でかかってこい。ここを切り抜けるぞ。堪忍ね。本気を出そうか。邪魔立てするなら容赦はせんぞ。少々舐めていたようだ。これはみんなの勝利だ。お預けだ。ありがとう。どうしたランスロット、息が上がっているんじゃないか。さすがは竜殺しってとこか。剣の腕も倒さも尋常じゃねえ。昔のキレがなくなっているな。団長の座につきぬるま湯に使っていたのか。おお、おいおい、ジークフリートが相手って相当ヤバいんじゃねえか。頃合いか。ランスロット、ひとまず勝負はお預けだ。待て、ジークフリート、このまま逃げる気か。熱くなるな。お前はもっと冷静に周りを見ろ。何を言っている。待て、ランスロット、今はシルフ様の護衛が優先だ。決して深追いはするな。くそ、貴様はこの俺が絶対に捕らえてやる。皆の者、シルフ様の救出大儀であったぞ。さあ好きなだけ飲み食べるとよい。うわあ、久しぶりのごちそうだ。食うぞ食うぞ。ベインのやつ、口の中いっぱいに料理を頬張ってやがるぜ。ベインさん、帰り道の間中ずっとご飯のこと言ってましたもんね。ソフィアさん、ため息ついてどうしたんですか。いえ、これでファフニールの一件は落ち着いたんですが、やはり突然現れたジークフリートのことが気にかかって。ランスロット、お前も浮かない顔をしているぞ。いえ、何でもありません。お気遣いいただきありがとうございます。ジークフリートのことか。はい、確かにジークフリートの吸収には肝を冷やした。だがあやつに味方する者などこの国にはいまい。今度こそ逃がさん。次に奴が現れた時はランスロット、お前の手でとどめを刺せ。いいな。よい。魔物たちが騒いでいる。陛下、王都の周囲に突如魔物の群れが発生したとの知らせが入りました。
なんだと？シルフ様を狙ってではあるまいな。して住民たちは無事か？原因はただいま調査中です。住民たちはあらかた避難したようですが、応戦している騎士の数が足りず、宴会中のところ大変恐縮なのですが、何卒ご列席の皆様にも力を貸していただきたく存じます。メイ、行くぞ。おい、待ってよ、ランちゃん。あの肉を食ってから。私たちも行きましょう。頼んだぞ。ことが収まるまでシルフ様は城内でお守りしておく。すまないが、今一度皆の力を貸してくれ。数が多い。どれだけ倒せばいいんだ。諦めるな。援軍を待て。おい、後ろだ。怪我はないか、団長？ただのかすり傷です。面目ありません。ならばよかった。無理はするな。魔物の群れに応戦している各隊の戦況を教えてくれ。現在広範囲にわたって魔物が暴れており、各隊が個別に対応しているため把握しきれておらず。わかった。ベイン、このまま前進。かっこ撃破で行くぞ。おいよ、行くぜ。ヨーランちゃん、食後の運動にはもってこいだぜ。魔物の数が多すぎる。倒してもキリがないぜ。大まかにだが全体の状況は把握した。一旦交代し体勢を立て直すぞ。メイン、自力で動けない怪我人の救助を頼む。分かった。おい、肩を貸せ。すまない。オイラたちも救助を手伝うぜ。大丈夫か。もうすぐで城内に着くから頑張れ。足手まといになってすまない。こっちです。怪我人は城内に避難してください。傷の深い方から順番に私が治療します。くそ、魔物が追ってきやがった。ここはオイラたちが食い止めるぜ。これはみんなの勝利だ。ありがとう。ここまで来ればもう大丈夫だ。動かないでくださいね。行きます。痛みが引いていく。ありがとう。わあ、
傷口が塞がっていきます。ランスロット団長、残った魔物たちが城壁に群がっております。わかった、余力のある者たちは外へ打って出るぞ。それ以外の者たちは町の中を死守してくれ。街を守ろうとする気持ちはありがてえけど、ここは俺たちに任せてくれよな。ベイン、城壁から魔物を叩き落とすぞ。ここいらの魔物はあらかた片付いたぜ。さすが、こっちも目につく魔物は全部倒したぞ。よし、改めて城壁の被害状況を確認するか。ルリアの声だ、急げ。あれ？痛くないです。あれはジークフリート。あいつがルリアを守ったのかよ。ジークフリート、貴様、今度こそ逃がさんぞ。熱くなるとすぐに目の前しか見えなくなる。お前の悪い癖だ、ランスロット。ペンちゃん、まだ魔物が残ってるぞ。落ち着いて周りを見ろ。まずは周囲の魔物を片付けるぞ。ジークフリート、何の真似だ。敵に塩を送ったつもりか。敵か。やはりお前は何も見えていないな。何だと、何を言っている。国に忠を尽くす真の騎士としてお前はまだ未熟だということだ。もっと自分の目で周りを見ろ。待て、
逃がすか。おいランチ、冷静になれっての。私たちも二人の後を追いかけましょう。ジークフリートめ、どこへ逃げるつもりだ。